七荘町上浅尾付近5月秘密橋は、岐阜県鴨茂郡七荘町から、鴨茂郡白川町までの全長約1 2トルに渡る峡谷。秘密橋を含めた日田川流域一帯は、日田木曽川国定公園区域の河川公園である。なお、秘密橋のうち、JR 高山本線上浅尾駅の東約6 0 0ルの日田川に架か,かる上浅尾橋から上流。 約2キロメートルの峡谷部分は、王傑が、川床の岩盤の上に数多く見られることから、秘密橋の王傑群として、国指定の天然記念物となっている。初夏に、秘密橋の岩肌に花咲く岩ツ,ツジも見どころ。この付近一帯の地質帯は、美の体、上朝をユニットに属し、採集されたチャートの粒手から中世代の三畳紀から、ジュラ紀の放散中化石が発見されている。 国土交通省国土地理院の日本の典型地形都道府県別一覧において秘密橋が以下の地形項目の特徴を持つ代表的な地形箇所として選定されている。日本の地質百選として秘密橋などが2007年5月10日に選定されている県の石として岐阜県の岩石のチャートが2016年5月10日に選定された。秘密橋が その主要産地の一部となっている。下りの特急、日騨に乗ると、上浅尾駅を通過し、日騨川が見え始めると、車掌の肉声による、車内放送で秘密橋が紹介される。上りの場合は、秘密橋信号場を過ぎてしばらくすると放送が入る。なお、あくまでもサービスのための放送であり、場合によっては放送されない。ありがとうございます。